はい、レディスエンジェントメン、どうもどうも、素敵です。今回は、テレビ受信化したんで、まあ実際に使っていこうかなと思います。レディーゴー。テレビはね、まあ元は向こうの毘沙門のほぼ鉄製だったですが、まあそれをさらに強くなったってことは、毘沙門が、フルボッコにできるみたいな感じじゃないかなと思って、友情がねバカに強いっていうことで、あれですよね、もともとダメ王、ゲージでダメ王だったんだよね。それが重心化したら今度、元からダメ王、ダメ王と、魔王キラーが入ったんだよね。何もできない。で、これはとりあえず配置に備えて、そうデーブね、俺3、4体ぐらいいるんですよ。でも貫通積みすぎると、あ、貫通ちゃうわ、反射を積みすぎると今度まあ毘沙門下るかなみたいな感じになるんで、今のとこね、今のとこ下るかなみたいな感じになって、まあ、デネブ2体にして、早くね、もう SS 溜まってんだけど、早っ。じゃあ実際にね、じゃあ打っていこうか。なるほど、あ、反射から貫通なれるんだ。でかい、それはでかい。なるほど、うん、反射から貫通はでかいよ。あの毘沙門はね、本当にこう反射貫通、反射から貫通っていう SS が本当にでかいんで、はい、やもう SS 溜まるんだけど、あ、この爆発もめっちゃ強いんだな。なるほど。レーザーも強いけど、まあ爆発もめっちゃ強いよみたいな感じですね。はい。まあレザバリあると、まあなかなかダメージ通りにくいっていう形なんですが。ゾンビ優先的に倒していくか。倒れねえし。オッケー。
あとはプニプニをやっていくっていう形ですね。うん、爆発強い。なのでレザバリないビシャモンのとこ、レザバリない場所だったら超爆発めっちゃ強いですね。多分これ。あ、ここら辺とかめっちゃやばそうですね。ワンツー。あ、持っていくね。結構持っていくね、やっぱ。プニプニ邪魔だな。ちょっと。はい。そしたら、カチカチを倒していく。魔王キラーが入るのはでかいよね。はい、移動してきますよ。はい、ドスンコドスンコと。あ、強っ。めっちゃ強いじゃんこれ。かっこいいな、やっぱイリシャモンテのこのこれかっこいいんだよね、ボイス。私これ好きよ、イリシャモンテの。オーケー、あともう殴るだけ。あ、強い。レーザーやば。レーザー、クソ強。やば。え、とんでもなくね、これ。ワン、ツー。うおー、強っ、強っ。やば。あ、上レーザーだと思ったんだよ。あれね。うん、上だけ行くレーザーだと思ったら、やば。これは強いっしょ。うん、誰にでもなれるし、何者でもそれが私だ。やばいやばい、これはやばい、これレーザーバカ強えわ。どうしよう。涙で描いたネズミたち、かわいいですね。やば。あ、そう、テキーラだ。テキーラみたいに上だけこうレーザーピューンってこう行くやつだと思ったら、うん、普通にね横も行くっていうやつがでかい。しかもまともに食らえば めっちゃ強いっていう。まあいいや。誰にでもなれるし、何者でも。でかい、強い。やば。はい、今回はデネブ中心化ね、実際に使ってみたよっていう動画で、よければね、グッドボタン、チャンネル登録の方お願いしますということで、はい、皆様ね、デネブある方は実際にビシャモンテンをボコボコにしてみてくださいということで、以上ドラメ佐々木でした。グッバイ。